リオランチョはアメリカ合衆国ニューメキシコ州、サンドバル郡で最大の都市であり、経済の中心である。地域の一部は北のベルナリオ郡に入っている。ニューメキシコ州では人口で3番目であり、成長速度が最も速い都市である。2000年国勢調査での人口は5万1765人だったが、 2010年国勢調査では87,521人となり69%増加した。リオランチョはアルバカーキ都市圏に入っている。リオランチョ地域はもともとアラメダ特許地の一部であり、1710年にスペインが設立した。20世紀初期までに特許されていた土地の大半が土地投資会社に売却された。 アムレップ社は1961年に5万5000エーカーの土地を購入し、リオランチョエステーツと呼ぶ住宅開発に転用し、1960年代初期に最初の家族が入ってきた。1970年から1980年の間に人口は10倍になり、1981年には市勢を敷いた。1981年に大規模なインテル社の 工場が開設され、市の経済に大きな影響を与えた。1990年代以降、リオランチョは隣のアルバカーキ市とは別の教育学区や図書館システムを設立し、地域に事業を誘致しようとするなど、アルバカーキ市とは独立した動きをしてきた。最近のプロジェクトは、新しい市庁舎建設や多目的競技場、 サンタ・アナスター・センターなど中心街の開発である。この競技場は2006年にオープンした。視聴者も2007年9月に開所した。リオランチョは、北緯35度17分10秒、整形106度40分14秒、北緯35.28611度、整形106.67056度、3 5 2 8 6 1 1 1 0 6 6 7 0 5 6位置する。 南はアルバカーキ、北はサンターナインディアン居留地、東はベルナリオとコラレスに接している。市の北東隅はリオグランデ川である。西側境界は断崖である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は73.5平方マイル。このうち陸地は73.4平方マイル。 水域は0.1平方マイルで、水域率は0.11%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2008年7月1日付で、リオランチョとアルバカーキ都市圏の水計人口は、アメリカが州国国勢調査局の人口推計プログラムによれば、それぞれ79,655人と845,913人である。 インテル社が、これまで、リオランチョの最大雇用種である。サービス業、小売業及び、市役所も、地域経済の大きな構成要素である。リオランチョには、インテル社の世界最大かつ、最先端半導体製造工場である、ファブ1 1 x がある。20億ドルをかけた、全自動のこの工場は2002年にオープンし、 300mm のシリコンウェファーを製造する最初の工場であり、標準的な 200mm ウェファーよりもほぼ2倍のチップを製造できる。インテル社の最初のリオランチョ工場は2002年に閉鎖されたが、試験施設への転換が進んでいる。2005年、リオランチョは全米で初の地域全体音声 Wi-Fi サービスを始めたが、多くの市民はそのサービスが 期待ほどのものではないと苦情を言っている。いくつかのコールセンターもある。ウォルマートは2006年初夏にコールセンターを開設し、いくつかの新しい小売業を近くに誘致することになった。その他新しい施設の建設プロジェクトは以下のものがある。リオランチョは2006年にアルバカーキシから移ってきたマイナリーグアイスホッケーのニューメキシコスコーピオンズが本拠地にしている。 サンタアナスターセンターでプレーしている。しかし、北アメリカホッケーリーグの拡大チームが2010年シーズンから、ここで試合を始めると発表したので、スコーピオンズの本拠は、スターセンターではなくなる。2008年春、スターセンターは、インドアフットボールのニューメキシコワイルドキャッツが、本拠地にした。しかし2シーズンしか続かず、2009年シーズン終了後に、活動を停止した。 2010年秋からは NBA デベロップメントリーグのニューメキシコサンダーバーズが本拠地にする予定である。ブレイズバルティプレックスアリーナではインドアサッカーリーグの試合を行っている。ニューメキシコ州でのストロングマン競技会を促進、主催するアマチュア組織ニューメキシコストロングマンも市内にある。2006年12月13日、リオランチョのシティマネジャー、ジェームズ・パレニックが 市政委員会から解雇された。2007年9月、ニューメキシコ州検事総長が、この解雇の前に市長と4人の市政委員との間で行われた対話が、州の議事公開法に違反しているとの意見を公表した。この決定に基づき、パレニックは2008年1月に不当に解雇されたとして、給与の支払いを求め、死を訴えた。 市は2007年11月の公開会期における投票でパレニックの解雇を決めたことで法に違反していないと主張した。2007年、ケビン・ジャクソン市長が市のクレジットカードで問題のある買い物をしたことで約5300ドルを手に入れたという告発について市政委員会が市長を問責し不信任決議案を通し市のクレジットカードを取り上げ承認尋問を行うことを議決した。 ジャクソンは、リオランチョの公衆安全局、ニューメキシコ州警察、アメリカ合衆国監察長官及び、ニューメキシコ州監査役にも取り調べられている。マイケル・ウィリアムズが暫定市長に指名され、2008年3月4日、ジャクソンの残っていた任期2年間について、トム・スイスタックが市長に選出された。週刊のリオランチョ・オブザーバーが,が、 地元の新聞であり、また、アルバカーキのテレビとラジオの放送や、日刊誌、アルバカーキジャーナルさらには、その週2回の新聞、リオランチョジャーナルも見ることができる。リオランチョでは、市内唯一のケーブルテレビ供給者、ケーブルワンを通じてのみ、パブリック、アクセスチャンネルを利用できる。このチャンネルは、多くの番組で政府の会合をすべて見ることができる。 アルバカーキ交通局の ABQ ライドがリオランチョとのバス路線を運行しており、ジャーナルセンターでニューメキシコレールランナーエキスプレスの駅と接続している。地域交通課税区画の提案がなされている。ありがとうございます。